沖縄尚学高校夏の甲子園見事初戦突破を果たしました。おめでとうございます。まず初戦突破の原動力になったのはやはり何といってもですね、タイラー選手のですね粘り強いバッティング、そして山城投手の力投が挙げられると思います。まずタイラー選手ですね、7回に2塁打で、逆転の得点をチームにもたらしてくれました。8回にもですね、相手を引き離す貴重なタイムリーを放っております。で、山城投手ですね、7回からマウンドに立ってですね、力強い直球とですね、こう変化球を織り交ぜながら相手打線を寄せつけずにですね、9回にこう1点差に迫られましたが、最後は、見逃しの三振に仕留めましてですね、こう勝利をもたらしてくれました。本当にこう初戦を見てて思ったのがですね、このやっぱりこう春の悔しさをですね、夏にぶつけてくる沖尚ナインのこの力強さ、粘り強さ、本当にそういったものが伝わってきました。やっぱりこの春の悔しい思いをこう夏で、見返してやるんだ、絶対勝利してやるんだという思いが本当にその初戦突破をこうチームにもたらしたと思います。でまた16日にはですね、2回戦が控えております。2回戦のですね弘前学院聖愛もまた、強いチームです。好投手小野君とですね、強打者一戸君、この2人がチームの中心になるかと思います。まず小野君ですね、1回戦の、試合はこう4安打完封ということでですね、こう粘り強い、緩急をつけたピッチングでですね、相手打線をこう寄せつけずに、勝利をつかんでおります。また3番に座る一戸君、ホームランを放っているいいバッターです。この気象もですね、この比嘉君、浦君、そして山城君、3人のピッチャーがですね、この強力打線を抑えてですね、またこの1回戦に見せた粘り強いバッティングでですね、この相手の小野君を攻略すれば勝利は見えてくると思います。沖尚ナインの力強い姿をまた紙面の方でも紹介させていただきます。ぜひ琉球新報本紙の方もご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。3回裏ノーアウトランナーなしの場面で1番諸見里匠選手が放った同点ソロホームランのインパクトの瞬間です。春夏通じてチーム初のホームラン。一塁ベンチ横カメラマン席から相手投手が投げる一球一球に集中して撮影することで撮ることができました。次の青森県代表聖愛戦でも沖尚ナインの力強い姿を一枚の写真で切り取って紙面で紹介していきますので、琉球新報本紙の方も見ていただければと思います。よろしくお願いします。